野坂吉五郎没年不明は、日本の実業家、政治家、元中国工業銀行常務取締役、元中国貯蓄銀行取締役、元与那子町会議員、軍会議員、自治功労者、地主、元衆議院議員、野坂もさぶろうの弟、元与那子市長、野坂幹事の叔父、養殖のレストラン、十字屋経営主で、与那子市会議員を務めた。 野坂康久の養父、与那子市長、野坂康夫は総尊にあたる。法規国与那子保守寺,寺町の昇家に生まれた。野郷は油屋。野坂与八郎の逸を。明治14年家督を相続す。大正2年9月、町会議員に当選。大正4年9月30日、大正8年9月29日、軍会議員。 大正4年10月18日、大正8年11月25日、軍参事会委員。大正6年9月、町会議員に当選。大正10年5月、学務委員に就任。大正10年9月、町会議員に当選。当時、商工業の有力者は同時に、地主でもあった。この年度における米子町の地下千円以上の地主名を挙げると次の通りである。 1000円2000円の部に、野坂吉五郎の名前が見える。ありがとうございます。